小倉競馬第6レース、3歳未勝利戦、芝コース 2000m、 フルゲート18頭の出走です。小倉競馬場、強い日差し、気温が上がってきています。予報では今日は34度という最高気温、それに近い気温になっているかと思われます。さあ、スタンド前の右手奥、各馬ゲートに収まって、最後は18番コステロアスール、ゆっくりとゲートに近づいて収まります。スタートしました。さあ、スタンド前に入ってきます。広がっています。先手を取るのは内から4番湘南ダグラスか、外8枠3頭デルマモナーク、ピースオブザライフ、コステロアスールも出てきました。さらにはワンダーミズキ、そして下がって3番シャンデルナゴル相手、6番名将鋼鉄、あとは10番ランスオブビーナスです。その外には12番レインシュプリーム。スタンド前を各馬通過していきます。その後は2番のグレースレニー以下、各馬1コーナーをカーブしていきます。先頭は17番のピースオブザライフです。1、2コーナー中間リードが1馬身、そして2番手には15番ワンダーミズキ、2コーナーへ向かいます。4番の湘南ダグラス3番手、そして4番手に18番コステロアスール、2コーナーをカーブして向こう上面へ、シャンデルナオルが内、そして外には12番のレインシュプリームです。さらには16番デルマモナーク、残り 1000m を通過、あとは2馬身差固まりまして、内2番のグレースレニーが行って、そして外には10番ランスオブビーナスです。上がっていくのは5番のコントリビューター3コーナーへ向かいます。馬群の中6番名将鋼鉄 800m を通過、後方からはダイヤモンドロア、外は11番の南国タフネット、これから3コーナーです。あとは後方14番レッドマジック3コーナーをカーブしてきます。スパーキングブルーが行って、あと EV、 さらには7番の期待のオノコ、1頭遅れて1番の名将マニス最後方、前は 3,4 コーナー中間を通過、17番のピースオブザライフわずかに先頭、残り400を通過、並んでいく15番ワンダーミズキ、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいます。その直後に3番シャンデルナゴル、そして外から追い込んでくるのが5番のコントリビューター、あるいは18番コステロアスール、残り200は通過した。先頭は頑張っている17番ピースオブザライフ、ピースオブザライフ、そして追い込んできたのが外から14番レッドマジック、17番のピースオブザライフが並んだ、五輪最後は並んで入りました。17番ピースオブザライフに外追い込んだ14番レッドマジック、やや内外離れた2頭、内17番ピースオブザライフか、追い込んだ14番レッドマジックか、その後には5番のコントリビューター、どうやら3番手、あと13番の EV など、2分1秒1の勝ち時計、上がり4ハロン48秒4、3ハロン36秒3です。小倉競馬第6レース、3歳未勝利戦、フルゲート18頭の出走、17番のピースオブザライフわずかに残したように見えます。追い込んだ外14番レッドマジック、3番手は5番コントリビューター、外の13番 EV は4番手。小倉6レースが終わりました。最後レッドマジック素晴らしい足でしたが、どうやらピースオブザライフが残したかというゴール前にはなりました。最初オッズはこの順でご紹介します。17番14番5番です。5番人気4番人気3番人気単勝17番 8.2 倍、枠連78 4.9 倍、馬連14番17番 25.7 倍、馬単17番14番59.4 倍、三連複5番14番17番 81.8 倍、三連単17番14番5番 618.0 倍です。上位はすんなり上がっておりましたね、はい、確定までお待ちください。